こんにちは、会長です。本日は、ターニア・デグリチョフ使っていきたいと思います。A もらおうかな。で、このキャラアタッカーっすね。通常の範囲がちょっと広めなんで、まあ通常起点で戦いもするし、まあ全然カード発生も遠距離以外確か早かったんで、うん。なるほど。お前も桃ダメかーいって。で、お母さんもらっちゃったんで、ちょっとあかんっすね。一旦待ちかな。一旦待ちなんだけど、裏つってみよっかな。OK、やれた。で、ポータル取れそう。取れて死ぬかな。うわー、ブレードもらっちゃった。まあでもこれで3点取れたんで、だいぶ厚めかな。うん。いやー、ライフがね、1になってから、激論になってからがマジで強いね。アビリティで、ライフ減少に応じて防御が上がってくんで、それがマジで強い。オッケー。おかんがマジで無理。うん、これお母さんもらっちゃってるんでダメっすね。まあただ1対1だからノクトが頑張ってくれるはず、シノンが頑張ってくれるはず。残念。いやけどこの試合いいんじゃない？通常の火力もね、まあいい感じに出てますし、おかん多段のね、アビリティも生きてますし、あとヒーロースキルとか使えたらだいぶ熱い。あと HA もいい感じに使えてるんで、熱いんだけど、なるほど。中華の当たった。で、桃鍋中なんで、倒しに行きたい。で、多分僕の方が桃鍋長いんで、後から来てからね。なかなか、いい立ち回りできてるんじゃないか。で、近距離も早いけど、周囲も早いから、ちょっとどっち詰むか迷ってるんですけど、射程が、タゲ取んなくなっちゃったからもういいや。煙がね、うざいね。うん。地味に。HS はうまく使えなかったけど。なんか対面性能的な部分は、この1試合で全部出てたような気がします。やっぱね、管理ミスるね。ミリになって、もうやれないみたいな時もあるし、ミリになってから何枚もやれちゃうみたいあるし、対処も大変だし、自分も使っててなんか、びっくりするしっていう楽しい。はい、2戦目やっていきましょう。次はね、バトルアリーナ行きます。で、工場のカチコチデッキやっていきました。アビリティが防御系なんで、まあいい感じに刺さるんじゃないかなってことで、防御ぶっぱの2枚と、まあ、あと、可能な系統強いんで、集荷の、まあ、防御寄りなんで、相性いいかなっていうことで積んで、で、まあ、あとはね、毒とか、あとは貫通ケアでバーゲン積んできました。まあ、お母さん来たら、ドンマイ。旅路。はい。お、はい。と、敵弾発射いいんじゃない？なかなかいい立ち回りができてるような気がします。レンジは強すぎ。で、普通に HA はもらえます。
どこまで食らってどこまで食らわないのかがちょっとまだわかんないね。なんかいいんだけど。ああ残念。ただリバー戦レンジタベジで回復ないから多分いけるはず。で、タナダブだからタイマーは落とされないだろうし、なんとかしてくれるでしょうと。ナイス。OK。まあ、ありや。とりあえず、HS 貯めましょう。あ、意外と燃える？もしかして。火力もね、全然出る。1.40 あるし。これやばい。嫌だ。ちょ、任せるわ。スタメ切りたい。あ、あかんすか、もしかして。あ、ナイスナイスナイス。これ熱い。行きましょう。はい。OK。強い。まあでも今回復抜いてて回復いるか問題なんですけど、正直ね、わからん。まあ、あっても問題はないと思ってる。撃っちゃおう。これなら二陣も通られないし、C は味方2人いるんでなんとかなると思います。はい。はい、ナイス。ああ、でも、半分ちょい HP あって、防御が1000ぐらいだったんで、いや、マジで高いね。うん。マジで高い、強い。まあ、アビリティの通り、工場のカチカチデッキも割と、前ますよと。はい。はい、ラストはバトルアリーナで、もうなんか適当にコラボカード積んでやっていきます。で、煙をね、一応積んできました。まあ、うまく刺さるかどうかはちょっと怪しいんですけど、まあ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 。はい。いい旅路が入りましたよ。はい。はい。裏お願いします。裏やばそう。赤テレパスあったり？なさそう。あった。ナイス。じゃあ大丈夫だね。うん。ああ、そっち行ったのか。やれた。けど裏やばいね。行くか、サポート。触っちゃいましょう。で、まといが通常入れたら倒せるはず。ナイス。OKOKOK。いいんじゃない？で、ドアも来なかった。ライズドアだったっけ？覚えてないわ。意外とね、煙がうまく刺さってるのかは知らん。あと、ライザーに対して HA がうまく刺さった。そっち行くんかいて。もうダメやばい。お、いいね。HS 打っとくか。
主を称えよ。こんなもん。あれ、ヒル入った。カノンをね入れたけど、これ HA 食らっちゃうね。痛い死んだ。でもまあまあまあよかったね。まあなんかカード全部早いから倍率も高いし、貫通も強いし、旅路強かったし、でまあ近距離も全然ね早かったから、カノン骨も刺されましたね。うん、いや何でも強いからちょっと困るな。通常強めでいくのか、ウェポン分回した方がいいのか、ちょっと今のところなんか何やっても強そうな感じがしちゃうので、うん。あと体力減ってもなんか嬉しくなるのがいい。いつもだとうわーこんな削れちゃったみたいになるけど、いやこっからが本番でしょみたいななるのがちょっと楽しいですね。そんな感じでターニャだったんですけど、めちゃにこうおもろい、うん、なかなかにねおもろいキャラだと思うんで、まあキャラはねぜひ引いた方がいいんじゃないかなって思います。というわけで、新キャラでした。ありがとうございました。